はいどうもこんにちは、おもチャンネルです。さあ今回ね、はいこちら見ていきましょう。はいこちらね、ちょっと発売されてたの全然知らなくて、ツイッター見てて気づいて購入してきました。ファミリーマート限定の強小のミニカーですね。で今回でシリーズはナンバー5ということで5種類目になります。いよいよ満を持して GTR R34 のニスモですね。はいこちらから登場しましたね。ではでは早速ちょっと見ていきましょう。ちなみにねこちらねファミリーマート限定とね言いましたが、まあご存知の方はねいらっしゃると思うんですけども、一応ね取り扱い店舗とかで決まってるんで、もしねなんかリンクとか分かれば動画のね概要欄にね貼っておきますんで、ぜひね気になる方はね買ってみてください。数少ないんでねちょっと探さないといけないかもしれない。で値段はねこれ毎回そこそこ高いです。はい今回も2750円税込みですね。まあ3000円近いミニカーとなっております。で今回の車両名は正式な日産スカイライン GTR の R34 ニスモ CRS バージョンですね。でスケールは64分の1になっておりますね。ボディカラーはなんだろう、これガンベタっぽいカラーなのかな。なかなかね渋い。でこのシリーズね本当値段は高いんですけどもね、やっぱ造形がね美しいんで、さあではでは行きましょうか。ちなみに販売形態はミニカーとブックということで、まあ本も一緒になってるんでね、ちょっとこう資料としてもいいかもしれない。さあそれではね開けていきましょう。よいしょ。さあさあさあ今回もねできいいと思いますよ。では行きたいと思います。まあなんだかんだでこちらね、まあ第もう5弾ねまで登場したんで、さあどこまで続くんでしょうか。まあ非常に楽しみなんですが、はいはいはい、こんな感じでミニカー入ってて、後ろにはいこのようにねサッシが入ってます。これは本になってるんでちょっとね中はお見せすることできませんが、表紙と背面はねこんな感じです。なかなかねかっこいいね。これ勝つ準備は整った。で一応本の最後のねページここぐらいなら大丈夫だと思いますが、はいこんな感じで今までのねこうラインナップ載ってますね。一番ね50周年のアニバーサリーの GTR から始まって、で今回の GTR の R34 と、そんな感じで、まあどれもね本当素敵なねラインナップなんで、多分ねこれネットの通販サイトでも買えたような気がするんで、まあそれも分かれば動画の概要欄に貼っておきます。さあそれではねミニカーの方もチェックしていきましょう。開け方的にはどうだったか、こう毎回迷うんですけど、横をこうサクッと開けて、よいしょ、こう開けてですね、で、どうだったっけ、はい、こんな形でと思います。あ、これ上開けてよかったか、これこうか横じゃなかった。さあさあそれでねチェックしていきましょう。なんだこの紙は、何ですか何ですか。おお、協調ミニチュアスケールモデル30周年か。ほう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 、協調さんがミニカー出して30周年ってことこれ。そのままですけど、こんなねまあ素敵なステッカー入ってましたね。で出していきましょうか。はい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 、こんな形ね。なるほどね、台座もちゃんとついてて、おお、かっこいいですねさすがなかなかですね。で台座は後でねちょっと外しましょうか。さあではね行きましょう。改めてここに台座にもね名前書いてますが、日産スカイライン GTR の R34 ニスモ CRS バージョンです。まあさすがね協調さんのねもう高いミニカーでございます。まずね正面行きますね。はいこんな感じになってます。ヘッドライトはねもちろんねクリアーパーツで作られてますね。はいこんな感じ、かなり透明度の高いね。で中というかこう内側のねこう作りっていうの、そのあたりもほんとしっかりとねできてるといった、ね、印象ですね。いいですよね、この見え方が美しいですね。で真ん中にはしっかりとね GTR のエンブレムがありまして、で下のところにはニスモの文字が大きくね描かれてます。こちらもちろんプリント塗装で入ってて、で両サイドもしっかりとこのようにね文字入ってますね。非常にかっこいい。で本当細かいところまでねしっかりとこうプリントでね入っててね、おお素晴らしいですね。このね表紙の箱の表紙のねこの感じがどこまでねしっかりとできてるのかと思ったんですけど、もうほぼほぼそのままですね。いやかっこいいわこれ。でボンネットのね造形とかも、はいご覧ください、このようになっております。本当にねしっかりと作られております。でカラーはねこうグレーのメタリックですね。まあガンメタというかグレーのメタリックとなってますね。結構ツヤがあるタイプですね。この辺りもねほんと仕上がりが丁寧だと思いますね。でサイドミラーもねちゃんとね装着されてるんですが、かなり繊細に作られてます。なので取り扱いはちょっとこう気をつけたいところですね。触るのもちょっと怖い。いいですね、非常にかっこいい。で側面ね横見てみると、はいこうなっておりまして、まずねこのボディのね形状ですがね本当によくできてますね。このフェンダーのこのラインとか、この後ろのここのねボディライン美しいですね。でサイドのねこのスポイラーのところとかもね本当によくできております。でこういったね文字ですね、こちらももちろんねプリントで入ってますね。かなり細かいです。後でちょっとね大きくしてね確認したいと思いますが、まあ本当に結構な繊細さでプリントはね入ってるかなとは思いますね。でホイールのねデザインもご覧ください。本当ねしっかりと忠実にできてるんじゃないでしょうか。塗装もねかなりいい感じですね。このねちょっとこう黒光りっていうのかな、この感じがねまた素晴らしい、スポーティーです。
で後ろねテールの部分はこちらもね何とも言えないこのギア周り、はい、テールレンズはねもちろんこうクリアパーツでできてるんですが、まあ、こちらもねこうちゃんとこれは塗装になるのかな、中心部がこう色変わるような感じになってますね。34の後ろはもうマジでかっこいいよこれで、各種ねロゴ関係はしっかりとプリントで入っております。マフラーもちゃんとね塗られてますね。でリアスポイラーはこちらはねあの別パーツになるとは思うんですけども、かなりねシャープで繊細なパーツ作りになってますね。こんな感じで取り付けされております。鋭いですね。で反対側のね側面ですが、はい、こちら側はこんな感じで、はい、この面に給油口がありまして、あとねもちろんもうホイールやあとデザイン関係ねもうしっかりと、ね、できてるのかなと思います。でもう本当このね落ち着いたカラーがよく似合ってますね。で上からも見てみましょう。はい、上から見るとこのようになっておりまして、で内装ちょっと触れてなかったんですが、よいしょ見えるかな、内装はこんな感じで黒の成型色になってくるんですけども、まあ非常に細かく作られてるのかな、ちょっとね見えにくくてすみません。後ろとかも本当にねバッチリですね。でそこの部分なんですが、ちょっとねネジを外していきましょう。さあそこもね本当にしっかりと、ね、作り込みされてると思いますがね、ではでは一応確認はねしましょうね。よし、おー緊張する。さあではでは行きましょうか。取れるかな、おっとっとまだ選んでなかった。 OK、 さあではでチェック。はい、思ってたよりはちょっとシンプルでしたね。はいこんな感じになっておりまして、まあまあちょっとしたこう構造的なところをこうしっかりと形できてて、でマフラーは塗装入ってますね。でタイヤのパターンもいいですね、しっかりと本当にね全部ね刻まれております。結構このねタイヤのパターンね僕好きなんですね。実写のタイヤのパターンとかも見るの結構好きなんですよ。本当にすごい技術が詰まってるんですね、このパターンにはね。でこの車両ですね、もう完全にねもう台座もついてるし、ディスプレイモデルになります。特にサスペンションなどないですね、そういったものはなく、まあ、手転がしは一応できるのはできると思うんですけども、そんなにめっちゃスムーズでもないので、あまりこう本当遊ぶものではないです。もうねしっかりとね台座に置いて飾りたいと思います。よし、じゃあとりあえずね台車に置いてと。はい、ということで今回はですねファミリーマートさん限定のね強賞のミニカーですね、今回で、ナンバー5第5弾ですね、日産スカイライン GTR の R34 ニスモ CRS バージョン、こちらねちょっと見ていきましょうか。さあ皆様いかがだったでしょうか。まあ値段正直何回も言います、高いですね。正直本当に高いミニカーになってくるんだと思うんですけども、まあ今ねもう見ていただいた通り本当値段相応と言いますか、まあそれはね人によってね価値観はねいろいろ違ってくるとは思うんですけども、本当に繊細でね細かくね見応えのあるねしっかりとしたねミニカーダイキャストカーにはなっておりましたので、まあもしね気になる方は非常に数はね限られてるのかと思います。店頭で買えるね数は限られてます。で先ほども言いました通りファミリーマートさんのね取り扱いの店舗分かればね下の概要欄に貼って、あとね強勝さんのホームページの方もね概要欄に貼っておきますので、気になる方はぜひねちょっと調べてね、まあぜひね一度ね手に取っていただければいいかなと思いますね。まあ何度も言います、ちょっと高いですが非常に価値あるね一台にね仕上がっておりますので、気になった方はぜひ早めにねチェックしてみてください。はい、ということで今回はねこの辺りで終了したいと思います。おもチャンネルのタルでした。皆様のねチャンネル登録やコメント評価どんどんお待ちしますのでよろしくお願いします。あとツイッターやねインスタ、そして最近で話題の公式アカウントの方でねそちら限定のね動画も配信してるんで、ぜひねお友達登録よろしくお願いします。では今回もね最後までご覧いただきまして本当にありがとうございました。またね他の動画でぜひお会いいたしましょう。ではではごきげんよう、さよなら、バイバイ。